お疲れ様です。来ましたね、青森まで来ました。2時に起きて時間ぐらいのドライブを経て青森競技場までやってまいりました。今日は準決勝の3日目です。今日準決勝、明日決勝、一泊して2日間で勝負していきたいと思うんですけど、10万勝ちが最低ライン。ここね、8時間ぐらいもかけてきたんで負けられないっすよね。これで負けた時はどういうモチベーションで帰ればいいんだっていう話なんで、今現在時刻はレース7レースぐらいからですか。視聴者の人に文句があります。あのね、ハゲてません。37歳ではありません。俺がハゲてたらこの世の中全員ハゲですから、ハゲがハゲって言うな。ハゲ美味しいも食べたいですね、買ってね。じゃあ頑張りましょう。こんにちは、天の声です。青森に到着した初日のお昼ご飯に選ばれたのは、弘前駅からすぐ近くにあるペペキッチンというおしゃれなハンバーガーショップ。食べログ評価は 3.66 で、昨年には100名店にも選ばれています。こちらのハンバーガーは酸味の効いたアップルソースが使われているのが特徴。お値段はドリンク、サラダ、ポテトがついているセットなので結構ないいお値段ですが、ハンバーガーがめちゃくちゃうまい。ポカマルは冒険をしないタイプなので通常のチーズバーガーを注文しましたが、カメラマンはリンゴが挟まっているアップルバーガーを注文。こちらも相当美味しかった様子で、初日のお昼ご飯は2人とも大満足でした。え、これすごいですよ、人。西武園の時より入ってるんじゃないですか。すごくないですか、人。券売機もすごくて頑張って買ってきました。12579の3連複ボックス金配分しましたよ。3番の山崎がいまいちなんで、そこ切った人気どころで当たれば2万円ぐらいになるかな。競輪場の中のスタンドは携帯繋がらなくて、オッズも確認できないし、サテライトも繋がんないんですよ、田舎すぎて。青森競輪の建物の影響だと思うんですけど、おじいちゃんとかは一生懸命こうやってトイレットペーパーみたいなの出してこうやってやってるんですけど、俺らはスマホじゃないですか。もう大変でしたね。後ろからまず8番の肌談話上昇、1番の酒井を切って回りてました。これを3番の山崎健とすかさず抑えに行きますが、肌談はペース上げる。しかし3番の山崎は叩いて、これを9番の島川が叩いて、さらに3人で先行か。3番の山崎をかなり踏んでいますが、9番の島川山崎がおっと叩き切りましたが、3番の山崎はここで落車しました。5番の山田洋平は冷静に4番手ですが、さらに1番の酒井がかましました。あれ、俺いつ買いましたっけ。7番の神山拓也、栃木の2人が出てきて、ほら上がったんじゃないですか。しています。2コーナーからバック一気にかましました。1番の酒井をぴったり巻く7番の神山拓也、3番で木部の島川崎追いかけてくる。5番の山田洋平がさらに後ろから当たったんじゃない。ちょっと厳しい当たったでしょう。挑戦です。先頭はかました1番酒井を、番手7番神山拓也。いや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 、6コーナーしていいんだよ、6コーナーしていいんだよ。神山を抜け出したか。ちょっとやばいな、失格です。道中まで当たり確定演出出てたんですけどね。えぐいなあ。そこではちびっ子たちが仮面ライダーを呼んでますよ。他丸は仮面ライダーが嫌いな子供だったんで、2人はプリキュア世代ですよ。一番最初ですよ。今なんかプリキュア10人も20人もいるのが、山口県が後方に置かれるんじゃないかと。今日の浦崎ダービーさんとキーワードを思い出したんですよね。今日のキーワードはハゲだと。ただ野田源ちゃん遊びで2000円ですね。2000円。準決勝控えてるんでね、金額も抑えめに。まず6番の星野を切って前に出ました。3番の青貝和樹先頭に近寄って先頭に残っています。5番の太田龍馬はまだ動かずで8番手、ジャマイの2コーナーに入っています。さあ先頭に残った状態でバックに入っていきました。先頭様の天貝和樹、天貝の先生、ここで2番の山口が動きました。山口が様の天貝を切って前々勝負。さあこれを大田が肩に来るかというところなんですが、2番の山口はそのまま先行か。さあ最終周回、2番の山口はジャンプの先行です。8番の川口幸太郎2番手岐阜の2人で先行。久々に見た気がしますけどね。大谷は3番手の外まで行きましたが、どうでしょうか、もう行けないか。2コーナーからバックです。先頭は見ました、山口健也、山口の先行です。8番の川口が絶好です。3番手から5の星野の広い。あるぞ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 、山口任せ、山口よっしゃ。あーやばい、いや基盤の中に1。マジ遊びで買った割には惜しかったです。いやでもはっきりしたじゃないですか、今日のキーワードはハゲ。マスギがなんかね調子悪そうだな。青森競輪はまくりがよく来るじゃないですか。7番松本の一発7578ですね。当たれば5万以上になるんですよ。最後まで一気に出ていこうかという流れになっています。さあその前に4番の松岡動きました。
松岡中段先切りで7番の松本というところなんですが、松本はここはしっかり合わせました。7番松本、松岡合わせて、ここ6番の野口が叩いていって先行対地に入ります。松本が入りまして中段の3番手か、9番の松井も仕掛けて中段の外を流れています。さあジャンの4コーナー先頭の松本結構足引っ張って野口が先行、これをねじ伏せるか、決めました松井匠。6番の野口踏ん張りますが、9番の松井匠かましきるか、先頭は9番の松井に勝っていった。5番の堀沢太志2番手、磯野和田圭が3番手、いや池松本で切りました。いやお前は無理か、松本高原のまくりだ。松本がまくって3番手から2番手が上がります。松本後方2番が落車、4コーナーから中段、いや1回先頭9番の松井、松本1回あーダメだ。堀沢太志、堀沢詰めてきてどうか、差し切ったか、5番の堀沢か、もう松本は一生変わん、相性悪い。まあ次調子悪いと思ったけどな、強かったっすね。じゃあジュレス勝ってきました。まあ神奈川を軸にして相手はどうするのか、まあ、ごちゃごちゃしてる間に神奈川がまくりに行くと、その後ろにいるパターン、相手4番の長島4球番者隅田陽介、7番的場は一旦期待を抑えましたが、期待をこうさっと下げていきました。7番の的場、北を引かせましたが、後ろの様子を見ながらさらに前に踏んでいきました。赤番の1コーナーから2コーナー、8番の隅田の前々、7番の的場が叩いていって先制しましたが、これを5番の北井幸が一気に倒した。いやいやちょっときついな。さあ3コーナー、5番の北井がスパート、2番の佐藤慎太郎連れて両者ができりました。3番と追いかけて7番の的場近いに、1番南修理です。中国関係の2人は後方の8、9番手、神奈川最後方から仕掛けていった。1コーナーから2コーナーです。これは厳しいわ。先頭はちゃんからドカンといきました。5番の北勇気です。長島ついてけ、中段の長島、いやいけーがー、9番の神奈川のまくりはどうか、4番手から3番手、鋭く力が詰まってくる。さあ9、1やー、先頭は北勇気、また今佐藤慎太郎、神奈川大東を捉えていました。2着1番南修司、神奈川強え。いやー長島かなかに任したきゃよかったんですけどね。11です。9番井上氏のハイパーダッシュに清水ちぎれるかどうか悩んだんですけど、清水がついていって差し切っての1球からの3、4、ついていった暁には差し損じることはないかなと、ちょっと配当的にも美味しいかなっていうところで1球からの3、4、1万5000も買っちゃいました。8番だから8番の坂本隆が上昇です。さあ9番の犬伏、少しペース上げましたか、突っ張るか、ラインは2人なんですが、9番の犬伏、まず8番の坂本を合わせました。誰いる、1番の清水がマーク、深入る、7番の深谷は3番手に乗ってきました。さあ邪魔の2コーナー、それはまずいわ、足をつかずに3番乗ってくる。さあ9番の犬伏、前側から2射で突っ張り先行を敢行しています。1番の清水博人がマーク、7番深谷は3番手、実は足を止めてレースは最終周回です。先行決めました犬伏、親準決勝は突っ張り先行を敢行しています。以上の清水博人2番手、7番の深谷富博3番手、さあ絶好の流れですがどうか、後方からこの三谷が来た、2コーナーからバック、いやー3位なんとかしてみ、犬伏親5番の三谷がバックに、あらら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 ら、深谷が巻くってくる、いやーそうなっちゃうよねー、前段を止めてくるか、4コーナーから直線3番で巻きました、あー深谷だ、7番の深谷富博です、深谷が先頭、一番の清水追いすがりますが7番深谷です、深谷が勝ちました。何それ、すーマジで帰ります茨城、マジ当たんねえわ。成田さんが腰をやっているという話なので、ここ新山逃げはないかなと。渡辺裕太の最終選考予想でメインが72、一応抑えで74、72が来たら10万オーバー、74が来ても、まあ、5、6万ぐらいにはなるかなというところで、来れば突っ張る雰囲気です。7番下の新山、しかし8番の大川も抑えに行きます。7番新山、そのあたりを見極めながら徐々にペースを上げていきます。8番の大川はどうでしょうか、中段に降りてくるかというところなんですが、中段は9番の渡辺がキープして4番手、8番の大川は結局戻って8番手で3コーナーに入っています。前側から突っ込みました。7番下の新山恭平、新山の先行です。1番の成田和也2番手、5番の稲川翔短期3番手、キムの渡辺優太は前と車間を切って4番手、後ろを見ていますが、さあ詰めていくので、まくれるかどうか、1コーナーから2コーナー、先頭は7番車、新山恭平、9番渡辺が勝負、さあ4番手、なんか事故って7人、さあバッから3コーナー、逃げる7番車、新山恭平、中段から9番の渡辺のまくり、渡辺のまくりは3番手、岩本来い、岩本、岩本伸びてこい、岩本、いや、岩本、いや、いや、刺しちゃった、下がりの悔しさがどうか、いや、刺したんじゃない、あれ。いやなんでこういう時に限って2差服で買ってねえんだよ最後。まあでも2差服で買ってたら配当半分だったんで後悔はありません。ただ青森に来たことに後悔してます。ちょっと反省会ですね、今日はストレート負けですね。明日逆転しましょう。
さてさて、こちらが青森名物味噌カレー牛乳ラーメンで有名な味の札幌大西さん。はずみやな、お味の方はいかがですか？味噌カレー牛乳ラーメン食べてきたわけですけど、かの有名なポカログっていうのがあるじゃないですか。10点満点、6点合格、4点ぐらいですかね。あんまり牛乳感もないですよね。カレーもちょっとカレーかなぐらいの、味噌もあんまり感じなくて、全部がちょうどいい具合に何も主張がない。だから思った味とちょっと違いましたね。競輪勝てば全て良しということで、よろしくお願いします。もう喋ることもありません。競輪集中するのみということで、あまりいつもと違うところがあるんです。皆さんも分かりますか？あ、そうなんです。なぜかというと、ハゲハゲ言われるからです。車で寝た影響もあって、上車検で買いに行く元気がありませんでした。序盤はミンチケットで購入させてください。9375が調子悪そうだな。そこをバッサリ切っての1248ボックス2車単で5000円分資金配分して、7番吉田も抑えに行きますが、8番の野口、ここは7番の吉田は出さないという感じで合わせていきました。突っ張りました8番の野口博士。そして5番の本田がうまく位置を決めて、7番の吉田を3番手迎え入れました。さあここで4番の3番手動いて3番で追い上げてきました。ジャンの3コーナー先行を離した野口博士、2番の岡村純が2番手、地元の佐川うまく3番手で追い上げて足を、いや太田くんなマジで、さあ最終周回太田飛べ、後方になった、あ飛んだんじゃないですか。さあ早くも6番手に上がっています。1コーナーから2コーナー先行8番した野口博士、中段4番の佐賀翔輝の3番手、9番の太田凛はまた6番手で最終3コーナー、よし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 、岡村純3番手、よし何でもいい、もう何でもいい、何も来るな、今岡村純の佐賀翔輝の佐賀突くのか佐藤か野口か振り切ったか、結構つきますよ48、うまいな。5000投資3万1000回収イエーイ。6レース自信ありです。2尺25 12000円、3連複2353000円、これは保険ですね。地元地区の阿部が番手まくりをすると思ってます。なのでもそのまま25買ってます。星野博樹前と少し車間を上げていますが、そこに8番の大川隆二が入ってきました。瀬戸内で2人が先制して、様の山田洋平がさらに8番の大川を切って前に出ています。9番長島が6番の星野を抑えつつ、さあここはかけるか、9番長島上昇して様の山田を叩きましたが、6番の星野も来ています。ジャンプ3コーナー大東の長島ペースを上げて、ここは6番の星野行かせません。9番の長島は第2車です。先行待機です。1番の武藤達の2番手、6番の星野は5番の阿部の援護で3番手も収まりましたが、8番の大川隆二が後方から近くで3番手、さあ2番の星野がハッティング2コーナーからバックに逃げる、9番の長島大輔第2車です。先行待機、後方から3番の山田洋平のまくりか、さあ山田がまくって3番手にまた射程に迫ってくる、打ち落とくる動かしは星野博樹4コーナーから直線です。9番の長島大輔先頭、1番の武藤達夫、武藤が詰めてきてどうか、長島か武藤か、なんだよ青森競輪場人やばくないですか。昨日の倍いますね。寺崎は人気すると来ないんで切ります。穴狙いました。 3,4,5,6,7 ボックス、寺崎が飛んで劣勢のところが来るっていう感じですね。1番小倉、9番成田は切りました。超穴狙いですね。流れになっています。5番の松本先頭、7番の坂本が叩いて、さあこれを2番の寺崎が叩いていくか。寺崎はまだ8番手動きません。これ寺崎頭で少し坂本を泳がせて一気に行こうという感じか。ジャンマイの2コーナーからバック、先頭7番車坂本隆、4番の寺崎が4番で乗って、さあ嘘ついてきました。ジャンの3コーナー、いや急ぐ入れんな、7番坂本、さあ宇宙地から4番の佐々木が食い込んできた、後方から2番の寺崎のかまし、レーサー最終周7番坂本前に行きますが、2番の寺崎かまし切って8番の畑田が追っていきますが、どうでしょう、離れています。7番坂本を追いかける2コーナーからバック、先頭一気にかましました。2番の寺崎公平、さあ今日も後続をぶっちぎりました。追いかける8番の畑田が嵐、4番の佐々木龍、そして後ろから5の松本のまくり上げ、4コーナーから直線です。先頭は後続を完全にぶっちぎっています。2番が寺崎光平完全セーフティリード、2着かどうか、大川が突っ込んでゴール、6番1番が2、3、これはきついな。軍事が調子悪そうなんで買いたくないねって話してたんですけど、オッズがついてるんで逆に買いました。軍事の頭で29から71の2点です。先頭4番の山口啓太、さあ今日は突っ張るのか、少しペース上げましたが、2番の軍事が切って前に上がりました。2番の軍事が先制しました。5番の的場もまずはここに乗って、ここを6番の松岡が叩いていって、さあ松岡が今日は先行です。
2番の郡司迎え入れて中段4番手、4番の山西啓太は後方7番手になりましたが、今日はどうでしょうか。幕になりそうです。じゃあ4コーナーから最終周回さあかけています。6番車の松岡達弘、松岡最終日先行です。7番の山田秀明2番手、後ろ2番の郡司の動きを見ています。さあ郡司は4番手、いやー窓バキさあかん、窓バキはやめて、あーやばい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 、2番の郡司あーいけない、超えてくるか。7番山田抵抗する、あーきついねー、直線コース。7番山田いけな、いけな、あー間から8番の天海、全然あかん、小原が抜けました。とりあえず9レース1万円買いました。期待の突っ張り先行、桑原がちぎれて皿足の4番手にいる酒井が突っ込んでくるところ、74からの189がメインで、71からの49、3連単でこんな感じで、これ74できたら10万円オーバーですね。トルカ3番の北井勇気、7番の犬口の影が見えたところで踏み上げていました。4番の酒井も前々に踏んでいく。さあ3番の北井が先制して、4番の酒井はこれを迎え入れて中段4番手、7番の犬口が再発進です。これきついんじゃない、6戦7番の犬口が巻き返してくる。いやーきついな、さあ両者の先行の争いだ。3番の北井勇気と7番の犬口優也、あーマジか、突破との先行です。いっちゃえ、7番犬串、男の犬串収まってきた。先頭は様の北井幸、2番ではまりました。7番犬串優也、1番の森沢ちょっと遅れて3番手、2コーナーからバック、先頭は様の北井、はまった7番犬串が再スパートをまくって、いやーきついか、酒井来てみ、酒井、あー酒井2着、酒井2着、酒井来てみ、あー468はえぐいな。麻酔が調子よくないんで、まくり一発の山口健也、浅井もついていくところで2772からの358、次サトシンとかはもう切りました。本戦は2772からの53着野田源、これが来たら20万ぐらいですね。7番手から4番の岩本俊介上昇です。まずは野田源一を切ってというところなんですが、さあ野田が切られました。4番の岩本に切らせずに前々に踏んで、さあ今日は一取りに行きます。5番の投げ位置、これは7番の山口健也が切って、この上1番の増井の発進です。さあジャンが先行だ。7番山口を叩いて、1番の増井匠、ジャンから堂々と先行勝です。7、2、5チャンス。佐藤慎太郎が2番手、7番の山口健也迎え入れて中段の3番手、ここも3番手です。2番の浅井光太4番手、5番の投げ位置は5番手、難関勢は後方に置かれました。1コーナーから2コーナーです。先頭は1番下増井匠、ジャンからどんどん行きました。さあ後続1本です。誰も動けない。先頭は1番の増井拓、回転を飛ばしています。マーク9番佐藤慎太郎、あとはどうでしょうか。いやーいけないね、ちょっと厳しいか。4コーナーから直線、いけいけ、725先頭1番下9番の佐藤慎太郎、山口か、山口ストライク来たか。まあでもあの流れだとね、3番手取っても佐藤慎来ちゃいますよね。直前まで悩みに悩み、考えれば考えるほど分からず、1号から2349ですか、ちょっと折り返し考えたんですよ。ここは新座に勝ってほしいんで、で折り返しなしでいきます。と4番の三谷隆起、三谷が前で待っています。8番の佐々木号、ここは7番渡辺を制して、さあ先頭を取るか。4番の三谷も先頭でペース上げますが、8番の渡辺、佐々木が叩いて先行体制です。3番の清水博人2番手、8番の隅田が3番手、さあ後方から7番の渡辺裕太が一気に発進です。8番の佐々木が発進する、7番の渡辺が変わってきました。2番の深谷智弘2番手、2番の清水はこの3番手の手に来ました。レースの最終周回、さあ7番の渡辺裕太が1番の清水が追いかける5番の田中大東、2番の深谷智弘2コーナーからバックに先頭は金谷頑張れ、後続をつけます。2番の深谷、2番の深谷は3番手、5番の田中大東、3コーナー先頭1番車新山恭平、7番の新山頑張れ、2番の深谷が追い詰める直線コース、深谷だ、新山深谷、しかし2番の深谷を抜け出して優勝のゴール、勝った7番の深谷智弘。深谷だ、しばらくは金なしですね。もう競輪は無理ゲーだ。新山の優勝見たかったけどな、しょうがないですね。帰りましょう、8時間ドライブ、盛岡で冷麺食べに行こう。